不景の指は、松本清長の短編小説。新潮1955年9月号に掲載、過筆修正の上、1956年11月に短編集、風雪収録の一編として、角川書店より刊行された。1995年にテレビドラマ化されている。私の父は、後期の山村に生まれた。父はの年にを出て、 広島で母と連れ合い、九州へ移った。しかし人の良い父は、だらしがなく、私の一家は、貧しい生活が続くことになった。しっかり者で聞こえる、母の弟は、よく私の指を見て、お前の指の格好は、親父そっくりじゃと笑った。その笑いには、あざけりがあるように思われた。お前も親父に似てつまらん男になるぞ、という意味が嘲笑にある気がした。 松本成長特別企画、不景の指。1995年1月16日、TBS 系列の月曜ドラマスペシャルは国手放映。視聴率14.6%。第32回ギャラクシー賞大賞受賞作品。1995年度芸術祭作品賞受賞作品。原作は、全体の半分ぐらいは事実だが、半分は虚構であり。 登場人物として特に著者自身とその家族を明示した作品ではないが、原作者の没後に制作された本ドラマは、作家として体成した成長の回想話という構成が取られている。ありがとうございます。